第65回ビッグマジックライブ、はい、ちょっと久しぶりですね。あ、本当にグランプリって言ってましたもんね。うん、はい、1週間飛びましたけど、はい、まあ、今週はちょっとスペシャルなサプライズ。あ、何ですか何ですか。ボムもあるんですよ。はい、何ですか。まだ言いません。じらしません。何ですか何ですか。じらすとかじゃないやん。いや、もう行きましょう。まだ番組始まって30秒ぐらいやで。じらすってお前まあ、まあ、焦りすぎ逆に。はい、まあ順を追ってね、最後にバグナーあるから。あ、わかりました。次のコーナー行ってみましょう。MTG ニュースのコーナーです、はい。まあ、ニュースといってもやっぱりもう皆さんもう周知のことだと思うんですけど、はい、あのアメリカのね PAX パックスというイベントで、はい、タルキールハオタンパーティーという、パーティーっていうのがね、うん、面白いけどもまあまあそこで重大発表がありますよっていうのは。そう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 、みんなでまあ飲み物飲んだり、はい、踊ったりしながら、うん、重大な発表していくという形で、はい、いっぱい情報出ました。いっぱい出ましたね、うん。まあ、なんといってもまずはあれじゃないでしょうか。はい、出ましたよね、うん、フェッチランド出ました。いや、もう楽しいですよね。このまた前次会以来のフェッチランド。ドラフトをすれば土地が手に入るということ。フェッチランド、うん、フェッチランド手に入る。ドラフトすればフェッチランド、スタンダードのフェッチランド、うん。でもドラフトをねパッてして、はい、おフェッチ出た、取っとこうみたいな。とりあえずフェッチランド、とりあえずフェッチランド本当に取りつかれてるやん前次会以来のフェッチランド。いや、僕はあの前次会の時に始めたんですけど、うん、このオンスロートフェッチっていうのが、まあ、なかなかやったことがなかったんで、まあ、初めて触るぐらいの勢いってことだね、はい、うん。このフェッチランドはね、嬉しいですか。嬉しいですね、このフェッチランド、うん。全部になんかドラゴンの骨みたいなの書いてあって、あ、はいはいはい、世界観のそういうなんか組み立て方もいいなと思うし。さすがフェッチランドまあまあまあ、そういうことにしようそういうことにしようか、はい、うん。で、あのついにプレンズウォーカーも公開されてますよね、うん。そうだね、ソリンとサルカン、はい、フェッチランドに合わせて。合わせてる感じは全くしないけどまあサルカンはもう前からずっと主役扱いで、まあそうでしたね、国際やつだからあるけど、うん、ソリンびっくりしたわ。突然出てきましたね、マジでみたいな能力は前回 の、 あのイニストラードの君主ソリンとプラスとマイナスが逆になったような、ちょっと変わってますよ ね、はい、能力のソリンやけども、まあ、ちょっとねどうなるかわからない。あの、まあ、難しいですね、パッと見ちょっとわからない、はい。その 2-2 トークン出すことが、うん、今ゼナゴスがねタダで出してくるのに、はいはいはい、彼はマイナスで出してくるから、かそれがどれぐらいの差があるのかとかはちょっとわからんけども、うんうん。でもまあクリーチャー出せるプレゼントですから強いことは強いかな。まあ、そうですね、クリーチャー出せるやつは基本的に今まで割と使われてきてる傾向にあるので、うん、まあ、全然期待できるかなと思います ね、 ね、 ね。さらに言うとサルカン、サルカンはあれクリーチャー出すっていうかクリーチャーになりますもん ね、 いいね、あれ、あれ、ね、面白いですよねストームブレスドラゴンとちょっと役割被る部分があるから、うんうんうん、ただあの全体除去に対して耐性があるんですよ ね、 そ、 うやねんな。そこがすごいいいなと思うのと、うん、あとマイナス能力が4点火力になるんで、あれがね強いと思う。本当にクリーチャー除去できる、うん、まあ、場に干渉できるっていうのがやっぱり強いプレイ増加の条件かなっていうのは思ってるんで、うん、ストームブレスドラゴンとちょっとね、そこは違う部分であるから、バンドン次のターンからガンガンガンと殴って、うん、そう、ドラゴンも落とせますもんね、あれ、うん。だその辺がね、うん、まあ、もしあの払拭の光とかが増えたら、はい、サルカンよりもストーンブレスの方が強いってなるかもしれんけど、うんうん、そうじゃないメタやったらサルカンの方が、あ、そうですね、うん、あの環境によって使い分ける感じになるかもしれないですね、うん、なりそうな感じですよね、はい、楽しみな1枚です、はい。で他にもあのそれぞれのクラン氏族の能力なんかが、うん、出てますね、発表されました。どれが気になった？僕はそうですね、あのパワー4以上のクリーチャーコントロールしてると、うん、どう思うってやつか、はい。あれ2マナ2に接してどう思ってるクリーチャー、あれめっちゃ強いな、あれめちゃめちゃ強いですよ、あいつ殴ったら 3-3 なんのやろ、どう思う状態やったら2マナ2に接して結構十分、それだけで十分強い、ね、今までのナイスペックやから、うんうん、大概のやつがパワー接し持ってたらパワー1下がんねん、基本的に 1-2 とかやねんけど、うん、あいつは 2-2 クマの時点で、しかも逆に上がりますからね。そうで戦士やろ、うん、人間やろ、なんか種族的にもねサポートしやすいし、あ、そうですね、シングルシンボルやしで、うん、同じシングルシンボルの人間でパワーにいってたらやっぱあのネズミですよね、新しい、 あれもいますね、マルドゥスカルハンター、うん、あれもめちゃめちゃ強いと思うんですよな、ね、あの1体目に出した時だけ誘発しないっていうのはまあありますけど、うん、それでも全然2マナ2点クロックなんで十分ですよ ね、 ね、サイナモネシ英雄からスタートしたら2体目出して、うん、はい、落としてみたいなのがついてくるから、あれは強いと思うよ、強いと思います、うん。であと結構あのタフネス1のクリーチャーが見た感じ多いかなと思うんですけど、まあ、パッと見た感じは低めかな感じはするね。あとはやっぱりあのグレンの達人チャンドラとか結構強いんじゃないかなっていう、あ、なるほどな、まあ、想像もしてますね。なるほど、はい、既存のカードもだいぶピックアップを、ね、はい、されてくるという感じもすると、はい、探査も帰ってきたよ、探査帰って
ってきましたね、うん、探査でやっぱり思いつくクリーチャーといえば昔のカードでいうと墓忍びですか、ね、墓忍びぐらいしか持ってないからな探査してもよく論理の結び目と墓忍びぐらいしか持ってないからもう期待できるんじゃないかなって、うん、あのね新型墓忍びみたいなやつあいましたねネクロポリスなんたら、はい、あいつ結構強そうな感じもすんねんけどなあれめちゃめちゃ墓地使いますねひたすらくだから逆を言うと、はい、落としていくカードもめっちゃ入ってるんじゃないあ確かに確かに青とか黒とかでまだ発表されてない形で、うんうんなんかあのファクトアフィクションの黒版みたいなのも出てたけどああありましたね4万の 4枚めくってね、はい、どれか取ってみたいなああいうので墓地をガガガッと作ってってああいうデルブ墓地を叩きつけまくるのかなって感じがしてちなみにお前あれやったクラン診断みたいなあやりました何やったアブザンですアブザン、はい、普通の人やねあれなんかまともな選択肢やるんだったらアブザンなんだろあそうなんですかあれ岩城さんはやったんですか僕スール対お炭酸とこどうなるかなと思ったら最後なんか蛇のおっさんバーンって出てきてちなみにスールダイの特徴って何なんですかだから炭酸持ちのやつらやから、はい、その言うたらゾンビ的な乗り方なるほどなあの狡猾ですって書いてあったそうですかあのウィザーズ・オブ・ザ・コースから狡猾ですって言われてしまうちょっと複雑ですねお前なんか絆がどうたらみたいなそんな感じポジティブなこと書いてあったでしょ、はい、うん、別にいいよ狡猾で狡猾にやっていくしいやもう僕はいつもお世話になってるんで誰に岩瀬さんにありがとうございますこれ絆プラスティックカウント乗った乗りましたあの能力も結構強いね強いですね、はい、なんかあの 2-1 でさ、はい、なんかプラス1乗ったやつ全員先生になるとかあれ結構いけますねあれ結構やりそうな気がするしかもあいつ犬やねんあ犬なんですかあれ犬やねんあれほんますか猟犬って書いてあった全然見てなかったです初めてやって多分ヒューマノイド型の犬って今まで猫型はねレオニンがおったり鳥はエイブンがおったりとかして犬ですよついに人型の犬うん初めてので、あれの能力ってあのプラス1カウンター乗ってるクリーチャー全部でしたっけ全員が先生攻撃持ちだから、ね、それすごいいいなと思ってていいよね、はい、小物やであれいやなんか破格のスペックかなねえであれ系そうあの小物で全員プラス1カウンター乗ってるクリーチャーが全員能力持つんだったら他にも同じような能力おりそうやな、はい、飛行とかもあ全然ありそうですねアンコモンとかで飛行とか、うんうん、あのレアの101にも結構強い気がするあのトークン出すトークン出すやつあれも強そうですねなんかあいつ一人戦えるやんかあ本当に本当になんかポストみたいじゃない操作リタイミング限定起動やけど確かに確かにああれ操作リタイミングだけなんですね限定やねん、うんうん、でもマナーが伸びて、うん、呪文ターン来たら6マナとかあったら一気にボボーンって2コンするやろあれ、はい、あれタップいれませんでしたっけタップいる、うん、なんやねんマジでまあそれでも十分強いかなと思うんですけど、ね、まあ遠くが出てくるからね、はい、ポン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 ってこうカウンターポストみたいなデッキができたらおもろいんちゃうかなとは思うけど、うん、お前他に何かない気になったそうですね僕あの2マナ2に飛行であのあ、はい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 、変異持ってて、うん、あのミドアを1で表になるとクリーチャーバウンス、うん、あれいいカードやね英文ねそうですね、うん、あれはなかなかいいクリーチャーかなと思うんですけど、うん、あのガイアの空の民の完全上位互換といっても過言ではない、ね、まあエルフとかではないけども、うんうん、本当に、ね、あのバウンス能力がすごい強いなと思ってて、うん、エコートレーサー懐かしのね、うん、レギオンにおった小物のクリーチャーやけど、うん、あれがマルチカラーになっただけであんなに格差社会かって感じましたいや本当にクリーチャーも強くなってきてるなって感じがしますね、うんだから1匹目は2ターン目普通に出したらいいと思うね、うん、2匹目以降引いてきたら変異で出してペロン変異で出してペロンってやっていけば、うんうん、そのままマウント取れる感じがするなと思ってなるほどいいなと思っていや本当に期待が高まるセットだなと思いますね、で質が高いカード、まあ、3色とか2色高いからおのずと上がってるけど、はい、コモンとかアンコモンでも単色のカード結構強いから期待したいなというのはね差し込むんで、はいまあ、次の情報もねガシガシそうですねもう待ち遠しい感じもうね、うんまあ、僕らこれ収録してるタイミング出てないけども、はい、もう特に出てるカードとかもあると思うのであそうですね、はいうん、その辺の期待コメントなんかも書いてあると次の週僕らがね、うん、あれは確かに強いとか、うんうん、コメントできると思うので、はい、ガシガシお願いしま す, お願いしますそして、我々がやる ETQ のタイトルも変わりましたね、はい、あ変わりましたねちょっとした作業が必要だったんですけど、はい、あれ結構かっこいい名前ですよね、うん、運命再編運命再編ねフェイトリフォージド、うん、まあこれ、まあ、どう変わっていくのかあのタイムスリップがテーマでしたよねうん、まあ、それスリップというか、まあ、公式ではトラベル的な感じで言ってるけ ど、うんまあ、それに絡んだタイトルになってるんで、うん、まあ本当にストーリーも目が離せない感じがしますね、うん、ドラゴンがいないタルキーいるから、うん、そのね時間を遡ってドラゴンがいるタルキーに移っていくんかなみたいな感じがして、うん、ちょっとねワクワクする感じの、はい、ウギンの名前も出てきたし出ました出ました、うんあの能力もなんかタイムワープ謎いカード出た ね, ウギンネクサス、うん、で追加ターンを得られないってちょっとエムラクールに対抗してる感じがしますしそうね、うん、そこはうまくできてると思うよ、はい、結局エムラクール封じ込めたウギンが、うん、そういう能力持ってるっていうのが噛み合ってる感じがするけど
本当になんか今まで出てきた名前がよく出てくるセットになってると思うんで、うん、なんか総決算じゃないけども、はい、今まで立てたフラグを回収していってる感じがするので、うん、いやほんまに楽しみやわ。いやストーリー賞期待してます。ありがとうございます。まあそんなとこかな。はい、はい、他にも注目カードあると思うので我々の、ね、反応いただければコメントしていただけるとありがたいです。じゃあ次のコーナー行ってみましょう。はい、リプレイ。今回は角前さんにゲストでお越しいただきました。あ、どうも皆さん初めまして、角前です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回まあ早速リプレイなんですけど、僕があの市川由紀さんが使ってた双子を使うんですけれども、角前さんのデッキはもちろん、あ大会グランプリ神戸で優勝した赤白バーン、そのままですね。はい。この、まあ、あのリストを見て思ってたんですけど、この戦場の火事場って結構特徴的ですよね。そうですね、大体ここフェッチランドになってると思うんですけど。そうですね、はい、フェッチランドの方が良かったですね。ですか、今思えば。あの、この時、はい、フェッチランドしなかった理由とかってあるんですか。そうですね、フェッチランドで調整したかったんですけど、はいはいはい、まあ、調整する期間がなくて、あ、はいはい、まあ、この戦場の火事場で調整してて、うん、まあ、結果が良かったんで、あ、まあ、調整過程で良かったから、まあ、そうですね、試しないやつで出るよりかはそうですね、無理に変えるよりこのまま出た方が。あ、なるほど、はい。結果的にあの準々決勝 の、はい、あのバーン対決、はい、あのフェッチランドじゃなくてこのダメージランドだったからラリーの枚数で勝ったっていうところもありますよ ね、その可能性もありますよね。フェッチランドだったら負けてた可能性も、うん、はい、全然あったんで。いや、あれ本当にグランプリでバーン対決でライブラリーアウトで決着がつくって前代未聞だと思うんですけど、はい、そうですね、本当に見ててすごい面白かったですね。あ、本当ですか。はい、なんかボロスチャームで結局あの灼熱の血のダメージを受けないようにする。そうですね、でも結構その見ててあのみんな、まあ、ローリーさんの藤田さんの解説も合わせてすごい面白かったなと思いますね、はい、コメントですごいやるやんって流れてたんですよ。そうですね、流れてましたね。流れてましたね。いや本当にもうこれからも見たらやるやんみたいな言われるかもしれないですね。やらないやんって言われないように頑張ろうと思います。はい、はい、ゲームの方はまあ始まったばっかりなんですけど、もうガンガンプレイヤー火力めちゃめちゃ入ってますよね。そうですね、でここで1回消したんですけど、もうこの時点で7点で10点をリマンドで、この時点で7点入ってますよね。そうですね、でこの対決ってどっちが有利だと思います。結構その双子が最速でコンボを決めると双子が勝つんじゃないかなっていう、まあ、見立てが結構あると思うんですけど、まあ、そうですね、最速でコンボを決められたら双子の方が、はい、まあ、有利だと思いますけど、うん、まあ、なかなかこう最速でコンボを決めることは難しい、うん、まあ、コンボを決めれなかった場合、まあ、バーンの方が結構有利かなとは思いますけどね、うん、まあ、序盤からそのプレッシャーかけてくるんでコンボも決めづらいとかありますよね。そうですね、火力使うとそのままコンボ成立せずに除去られちゃうっていうのもあるんで、それやるとそのまま負けちゃいますからね。そうですね、双子側がやっぱりバーンに対してのプレイングが難しいですよね、うんうん、このマッチアップは。これでもかなりライフ削られてるんですけど、まあそうです、ね、火力2枚なら負けっていうのが便利よ。そうですね、残り4ぐらいですかね。はい、止められないですからね。確定カウンターは呪文ハミしかないんで。そうですよね、もうあったら負けの。ここで見して3点火力を下に送られてボロチャーム引いた勝ちなんですけど、うん、まあ、ここは安全に、うん、今の F1 で1でもかなり制限されますもんね。そうですね、なんか通ったら終わりなんで、まあ、フェッチも切れないし、うん、そうフェッチランド切れないのとかなり大きいんですよ、ね、で僕も3枚目のそっちで止まってるんで、これアップキープに打ったのはやはり1マナのカウンターがあるから、ね、1マナハメをずっと持っているんで、あれも通っちゃったらやばかったんで、稲妻持っててラッキーだったなっていう感じですね、うん、そうですね、でここでも呪文すべて引いたんで、もうライフ削りに行くプランに変えたんですけど、ここでのドローが稲妻稲妻ギリギリ一旦差ですね。プレイヤー火力を引かれるともうそのまま終わっちゃうんですけど。そうですね、うん、ここはまあ、ライフも仕方ないですね。ありますし、猶予はあんまりないんですよね、実際。そうですね、確かに。これも通るとやばかったんですけど、まあ、これはずっと持ってたんで、まあ、なんとか、でここでライフが4、じゃあ 5ですかね。そうですね、エンドでこれで5ですね、8から。
で、ここで、あ、僕も土地引いたんですけど、ヘッジランドだったんで。はい。で、残り1になって。あんまり意味ないんですけど、これ置いたやつ。で、まあ、春章で。春章でいいな、うん。これダメージランドだったんで、1点払えなかった、ね。そうですね。じゃあ次行きましょう。はい、2本目。今度は角前さんが先行。はい。桃田戦場の勝ち場が。あ、大陥落。これめちゃめちゃ強いですよね。大陥落強いですね。いや、本当に。もう先行で手札にあると。しかも、ゴブリンの先達もあるんで。はい。本当、勝ちパターンのハンドですよね。そうですね。なかなか。うん。大体勝ったなって。ちょっと見て。結構そう、バーンってありますよね。初手で勝ち、絶対勝ったなっていうハンド出てきますよね。あ、そうですね。結構。うん。僕、呪文滑り2枚なんで耐えれるかなと思ったんですけど。はい。ゴブリン街道から大陥落の源流で全く意味ないですからね。そうですね、確かに、はい、この時点でちょっとやばいなと思ったんですけど、あの対処手段が全くないハンドだったんで、はい、呪文滑りでどれだけ、いや本当に軽減できるかなっていうのを考えたんですけど、もうこの時点で負けたなって思いました。確かにこの1、2っていう動きは、本当に、ね、バーンの一番強いパターンじゃないかなと思うんですよね。本当にそう思います。これレガシーでもこの動きありますし、はい、スタンダードでも大陥落全然使われてますし、そうですね、かなりバーンというデッキに対して影響を与えたんじゃないかなと思って、うん、強いですね。もう一押しのカードなんで。お、僕昔レガシーであのメインにグレンコーデの柱入れて出たことあるんですけど、はい、めっちゃめちゃ弱かったんですよね。弱いんですか。殴れないんで、はい、あのまあ、大陥落の限定の効果持ってる、あ、はい、まあ、エンチャントなんですけど、はい、殴れずになんか呪文しか引かなくて自分のやつゼロになるみたいな、はい、あ、なるほど、よかった、ね、殴れたらなと思ってたところでこういうの来たんで、本当に今のカード強いなと思いますね。そうですね、うん、今のやってるうちにもうライフもうほとんどないんですよね。そうですね、これは厳しいですね、はい、無理でした。はい、3本目。いや本当にさっきの角前さんの強さ、あのデッキの強さが、まあ、一瞬出て一瞬で終わっちゃったんですけど、そうですね、ずっとああいう引きすればいいんですけどね、うん、結構そのバーンってその引きをしないときは難しいかなと思うんですけど、そうですね、ちょっとランド多めに引いたら負け、うん、すぐ負けたりしますね、うん、結構そのグランプリできつかったマッチとかってあります？まあ神話、あ、神話トリコあたりはやはり厳しいですね、はい、神話愛対策にあの結構カード取ってますよね。取ってますね。あれやっぱりその神話が辛いからっていう理由で。そうですね、神話が辛いんで、まあ、うんうん、アーティファクト破壊で強いのエンシェントグラッチとかですか、うんうん、そうですね、まあ、あれをサイドに入れて、うんうん、まあ、緑をタッチする型も試したかったんですけど、はいはい、時間が、そうですね、時間があまり取れなくて、うんうん、結局本戦では神話って当たったんですか？当たりました。本戦で2回当たって、はい、うんうん、1回勝って1回負けましたね。なるほどなるほど。スイスラウンドの結果って何勝何敗でした？2敗です。3敗から始まって、はい、1日目 5-1、 2日目 5-1 ですね、うん、じゃあもう一つの負けって何ですか？もう一つの負けですか、はい、もう一つは、スケープシフトですね。トップ8に残ってたスケープシフトです。澤田さんのスケープシフト、はい、澤田さんの、はいはいはい、スケープシフトってやっぱきついですかね？あのサイドボードのモルテンレインとかスケープシフト用みたいな。そうですね、スケープシフトにも入れますね、うんうん、あとあのトリコの相手にもかなり刺さってましたよね。そうですね、刺さりましたね、あれは良かったですね、うん、スケープシフト4枚取ってるのすごいいいなと思って見てたんですよね。あ、モルテンレインですか？あ、すいません、失礼しました。モルテンレイン強いですね。あ、そうですね、やっぱりトロンに対してすごい効くので、うんうん、あの結構サイドボードを4枚ずつ積んでるカードがあって多かったと思うんですけど、 あれやっぱりその明確に強い相手に、あ、そうですね、強い相手に、うんうん、やっぱ効く相手に、はいはいはい、なるほど、そうですね、まあ、一番積んで良かったのがやっぱ新生の力戦ですね。なるほど。結局準々決勝でも、そうですね、予選ラウンドでも2回当たったんですけど、 あ、どっちも使ってる感じですか？そうですね、うんうん、やっぱり相手も間入ってない人も多かったんで、あ、はいはいはい、結構やっぱ出したら勝ってしまうこと多かったんで、うん、はい、
なるほど、まあ、それでまさかアイテムを使ってるとはみたいな。そうですね、やっぱトップ8残ってる人は使ってるんやなって。ああなるほど、あそこやるやんポイントですか。そうですね、やるやんポイントですね。そこはなるほど、やっぱ使ってるんやって、うんうん、本当にリスト見てて、あ2人とも入ってると思って、うん、しかも4でしたもんね、4でしたね両方。いやあそこは本当に差をつけたポイントなんでしょうね、やっぱり、うん、どうなんですかね、うん、まあ、2本目で相手がもっと早く本体を意識してれば、うん、多分相手の方が勝ってたと思うんですけど、うん、はいはいはい、あそう結構クリーチャー熟語に使ってましたね。そうですね、うん、あの多分神聖の力戦自分だけ張ってるから、あ多分まあ自分が勝つやろどうせ長引けば、はいはい、と思ってたと思うんですね、はい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 、僕も多分逆やと思うんですけどリストを見てなかったがゆえの余裕みたいなのができちゃった感じですかね。で、うん、まさか僕も張って、うん、でそれで相手もあれこれちょっとやばいぞって多分思ったと思うんですね。ちょっと止まってましたもんね。止まってましたね。だから結構早めにライブラリー数え出して、うん、あこの人なんかエンチャント破壊するカード入ってないんやなと思って、うん、あそこでも確信したわけです。はい、確信しましたね。なるほど。いやー本当に思わないですもんね、あの場になると。そうですね、いやあそこは本当に見応えのあるゲームで、そういい勝負でしたね、うん、フィーチャー全部されてましたよね。そうですね、フィーチャーされてましたいや見ててなんかすごい、見てる人も角前さんの番が定着した感じでしたね。片方絶対座ってたんで。はい、そうですね、確かに、うん、いやまあ確か勝ててよかったですね、うん、ちなみに昔日本選手権もトップ8。そうですね、その時もバーンでしたね、うん、あそうなんですね、はい、バーン好きなんですか。まあ今回で結構好きになった感はありますよ、ね、なるほどいや僕もバーンすごい好きなんで、あいろいろ教えてください。いやいやいや、こちらこそお願いします。いやありがとうございます。でまあゲームも進んでますけど、はい、まあ、ここも結構ライフ詰まってて、まあ、土地4枚あるけどあんま動けないんですよ。ここで、うん、白魔の縛ろうと。ライフ7だったね確か。7、はい、ここで何ですか、はい、まあ、4点火力を縛れればいいなっていう感じだったんですけど、はい、この時双子は持ってたんですかね。双子持ってましたね。ちょっとここで決めに行こうかなっていう感じなんですけど、ここで僕、はい、土地を置いたり、うん、あの1万なんで耐久するリフトボルトですか、うん、はい、置いてもよかったんですけど、はい、ここで次相手が双子持ってた時に、うん、まあ、確実に負けてしまうことになるん で、 そうです、ね、2万なん立てて、うん、もう双子は張らせない、うん、まあ、張ってくるなよっていうしかなかったですね、はい、でちょっと迷った感じがしたんで、なんかもういけるかなと思って、はい、言っちゃったんですけど、その正解ですというかでリプレイでした。まあ、やっぱりその何もない時はまあ、決まっちゃいますけど、2戦目のが本当にバーンの強い、そうですね、ところですね。ああいうのが本当に好きでバーンを使ってる人もかなりいると思うんですけど、そうですね、あの動きは本当に、ね、うん、どのマッチアップでも勝てるんじゃないかなって、うん、だからバーンを使う時のコツみたいなんてありますか。使う時のコツですか、うん、でもランドを引きすぎないことじゃないですか。なるほど、わかりました、ありがとうございます、うん、というわけでリプレイ終わりました。はい、改めまして GP 神戸チャンピオン角前くんです。あ、角前です。はい、じゃあ今週はね、来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございました、はい、こちらこそ。どうでした、実際この、まあ、りょうちゃん対戦したわけですけど。はい、いや、上手でしたよ。お今僕もリプレイで勝ったとこ使わせてもらったんで。どういうこと、じゃあ負けてる試合もあったって。お前なんやねん、そんなんでいいのか。まあまあ一緒に挑戦してプロツアー行くんやろ。本当によろしくお願いします。いやいや、こちらこそ、はい、お願いします。まあね、この動画出てた。はい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 、はい、おっと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 、あ、ちょっとおかしいなこれ椅子やと思って。おお、黒田さんじゃないですか。お疲れ様です。どうも。え、おそうなんですか。いや、まあね、ちょっとね。どういうこと。じゃあ今回リプレイ、まあ、角前くん来るということで、僕も黒田さん代打使いたかったんですけどちょっと遅かったんで、まあ僕がやった代打俺も代打したけどでも遠いところからしっかりやらかしてるのだけは見てるからなるほどなるほど。見てたやったら来てくださいもう手遅れの時に見てしまったから、ね、これは無理だな。なるほど、うん、いずれかクローさん来てもらったんで、もう終わりでしょ。でもこれいや、もうエンディング入ろうとしてるんですけど、うん、
え、嫌でしょ、うん、それだけとか語ってもいいですか、じゃあオッケー、ちょっとだけエクストラランド入りましょう、せっかくゲストおるからね、そうですよ、せっかくなんでね、いや実はね、昔から知ってるはずじゃないんだろうね、ですよね、あんまり接触ないよね、そうですね、昔はなかったですよね、そうやんね、はい、一方的に知ってるみたいな感じだったから、いやいやいやちょっとだけ喋っていいですか、いいですよ、じゃあ、エクストラランド次の動画、うん、行きますんで、皆様次の動画に移動お願いします、さよなら。